皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、4月の5日、21時55分です。阪神タイガースの試合が終わりまして、今日何とか勝てて、ホッとしています。最初の方の、中盤あたりですね、青柳選手のコントロールがちょっと定まらなくて、なんとか試合、3対3まで踏ん張るところまで、進めれて、一時期、さらにその後2点差つけられたりもしましたけども、最終的に、勝てることができました。特に9回ですかね、ヤクルトスワローズのピッチャーの方が今度は制球が定まらなくなっている。要するに青柳選手の時に起きてた現象がヤクルトスワローズの選手の人たちにもそういう現象が現れていたと。その辺のところですね。しっかりと、最後まで私の方も試合勝ちに行くというところで、心の声で、送っていました。最後の最後の諦めないというところで、他の試合経過とかも、途中で見て、横浜 DeNA が、勝利していて、ロッテも勝っていてと、現在は残る最後の試合が今同点で延長戦の表示がされている、日本ハムと西武の試合ですね。とにもかくにも、今日の試合、しっかりと皆さん、踏ん張って勝てることができて、よかったと思います。ノイジー選手の最初のホームランですけども、言葉とワードの組み上げと頭の中はしっかりと渡せてる状態でしたね。で、途中からは頭の中はそんなにたくさん渡せてはいないんですけども、どうにかこうにかしのいで、佐藤輝明選手 の打席に関しては言葉のワードはこちらの方でしっかりと組み上げれてるんですよ。で、頭の中の渡せてる量はそんなに大量ではないんですよ。ですので、他者誰かからの援護があったのかなというところも、あるんですが、最後決勝ホームラン、出て、よかったなと思ってます。ということで、本日皆さん試合お疲れ様でした。動画、今日中に、アップロード、公開しておきたいなと思います。以上です。